安田雅史と小林誠也と松本ひろかのはじめの散歩。今回揃いましたね。よかった。皆さんこんばんは、安田雅史です。9月に入って皆さんは体調とか崩していらっしゃいませんか？小林誠也です。はい、皆さんこんばんは、女優の松本ひろかです。はい、先月ゲストに来ていただいた松本さん、なんと 今月からですね、2ヶ月連続松本ひろかプロモーション大作戦として僕らの番組に4回連続ご出演いただきます。プロモーション大作戦、はい、もう今回2回目ということで、はい、僕らもまだまだ緊張しておりますが、はい、3人で力を合わせて頑張っていきたいと思っております。それでは松本ひろかさんに改めてご挨拶をお願いいたします。はい、まだそのプロモーション大作戦になれないんですけど松本ひろかです、はい、よろしくお願いします。今回は、はい、ということで、まあ、もう9月も半ばに入りましたが、はい、9月といえばやはり文化祭や、はい、体育祭、体育の体育祭、はい、あとは修学旅行があったりなど、はい、まあ、学生さんにとってはもうね、学校行事の建国、そうですね、いいオンパレードとそうですね、でしたけれども、うん、何かその学校の行事での思い出、まあ、特に僕なんか文化祭の思い出になっちゃうんですけれども、うん、まあ、中学校の時に、中学1年生の時ですね、はい、初めてその演技のオープニング劇みたいなことがあったんですよ。高野祭のやつで、それ身内だけのやつなんですけど、はい、それで初めて、まあ、僕の中の初めての俳優じゃないですか、演技、皆さんの前で演技をするっていう場があったんですけど、第一歩ですね。それが僕の初めての演技だったんですけど、まあグダグダで赤っ端を書いてもうこれな二度とやるかと思って今俳優をやってるっていうすごいトライ精神。そうなんですよね。どうですか、ありますか？文化祭、そうですね、私卒業してから、はい、母校の文化祭、高校の文化祭に行って、はいはい、それもなんかちょっと在学中、はい、高校3年生卒業する間際にちょっとだけストーカー気味なことをしてたことがあって、その男の子1個下なんですけど、はい、その子に会いに文化祭に行ったことがありますね。なんとも他の人が体験することのないような体験。記念に写真撮ってもらって帰ってきました。それは良き思い出ですね。それでは改めまして、はい、この番組はじめの散歩、パーソナリティを務めさせていただきます、僕、はい、安田雅史の自己紹介をさせていただきますと、1996年生まれで栃木県出身です。高校までは野球一筋で頑張ってまいりましたが、現在は小林さんと同じようにエキストラやたまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。まあ、最近は小林さんと同じ作品22世紀寓話に、まあ、主演の方の同僚役として、まあ、結構大事な役どころを出演させていただいております。はい、まあ、将来は俳優として皆さんの記憶に残るシーンに一作品でも多く出演していきたいと思っております。はい、僕小林誠也、1996年熊本県生まれで、はい、現在俳優として勉強中です。先ほどもありました通り22世紀寓話、最近ですとね、22世紀寓話という映画にアクセサリーデザイナーの役で出演させていただいたり、その他いろんな番組 CM などのエキストラに参加のほか、上演作品の DVD ジャケットデザインを担当させていただいたりと、役者以外にもいろいろとパフォーマーとしてチャレンジさせていただいております。将来できれば幅広くいろんな分野でマルチに頑張りたいと思っております。はい、私松本ひろかも1996年生まれの大阪府出身です。私も今は、女優さんとして活動してまして、なんとこの間オーディションに受かって映画が決まりました。イエーイ、ありがとうございます。また近くなったらお知らせさせていただきたいなと思います。はい、はい、女優の他にも、ポーカーを PR するユニットに参加させていただいたりといろいろ活動させていただいてます。はい、ということで今月の、最初のコーナー一ついきたいと思いますが、はい、ちょっとフライング気味にしちゃいましたけど、はい、不良あ、そっか。していきたいな、はい、いただきたいなという。まず一つ目のコーナーは今月の食いしん坊のコーナー。このコーナーは私小林誠也が市川うらら FM の聴取エリア、浦安市、市川市、船橋市、そしてその近隣地域の大盛りで美味しいと
評判のお店を独断でリサーチし、実際にお邪魔させていただいた、いただいてご紹介していくコーナーです、はい。この番組をお聞きの皆様の中でワンパクメニューが好きな、お好きな方や彼氏や旦那様、お子様など食べ盛りの方にはぜひご参考にしていただければと思います。さて今回お伺いしたのは市川市の行徳にあります篠崎さんです。ひらがなで篠崎と書くこちらのお店は地下鉄行徳駅の改札を出て右に曲がり、はい、大通り沿いをまっすぐ進んで3つ目の信号で反対側に渡ってさらに大通り沿いを100メートルほど進んだ左手にございます、はい。お店の入り口付近には 電飾看板や自動販売機、そしてたくさんのメニューが挙げられており、入り口上に黄色い横長の看板に黒字で大きくとんかつ専門店篠崎と書かれておりますので、はい、すぐに分かると思います。店内はカウンターが6席、お座敷が2人席が1つ、4人席が3つありました。お店の雰囲気は昔ながらの定食屋といった感じで、もう店内入ってすぐ右手の本棚にはたくさん漫画本が置かれておりまして、とても居心地のいいお店でした、はい。さらにお店に入った際に言われたおかえりと言われたんですよ。おかえり、はい、いらっしゃいませではなく、もう とても印象的で、何か温かさのようなものを感じました、はい。メニューの価格帯は100円から1580円となっており、特にランチメニューはどれも1000円以下でした。お安い。僕が入店した時間は夜も結構遅い時間だったこともあって、はい、お店の大盛りランチメニュー、大盛りランチメニューのご飯2倍、カレー2倍の大盛りカツカレーというものがあったんですけど、残念ながら注文することができませんでしたが、以前別のお店の、船橋市の双葉怪人さんで、はい、カツカレーをいただいておりますし、ご紹介させていただきましたので、今回はお店のおすすめメニューのトリプル定食をご紹介させていただきたいと思います。はい、はい。このトリプル定食はロースカツ、エビフライ、コロッケなどの揚げ物やジャンボチキン、豚の味噌焼き、カツ煮など全16種類のおかずから3種類好きなものを選べて、ご飯とお進行、汁物がついてくるという、もうとっても欲張りなメニューなんです。すごい。もう僕はその中からロースカツとメンチカツ、はい、エビフライを選んで注文しました、はいはいはい。改めてね、こう店内を見回すと、サラリーマンや常連のお客さんがロースカツ定食と一緒にビールを注文されていました。ね、こちらのお店、夜10時以降はロースカツ定食と生ビールが安くなるんですよ。お、はい。まあ、そんなお得な情報を知ったところで、今回の大盛りメニューが来ました。はい。お椀いっぱいのご飯と豚汁、そしてお進行に大きなエビフライが2本、拳サイズのメンチカツが3つ、はい、僕の手のひらよりも大きいロースカツが乗ったお皿が、もうお盆に隙間なく乗っていました。エビフライはもう衣とエビの食感のコントラストが絶妙で、メンチカツはもう肉厚ジューシーで旨味がたっぷり詰まってました。そしてトリプルの3つ目、ロースカツもメンチカツに負けじと肉厚で、ロースカツだけで本当茶碗一杯のご飯もなくなってしまいそうな感じでした。汁物の豚汁はとても具沢山で、豚汁なんです、はい、ついてくるお進行も揚げ物にとても合う、さっぱりとした優しい味付けで、全部合わせて本当に美味しかったです。またこちらのお店は揚げ物に限り残ってしまった場合はお持ち帰りができるそうなので、はい、大盛りに自信がない方もぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。改めて今回お伺いしたお店はひらがなで篠崎さんでした。営業時間は月曜日から金曜日は11時半から14時で、18時から23時30分日曜祝日は18時から23時30分のみの営業となっております。定休日は土曜日です。住所は千葉県市川市行徳駅前 3-7-15、 電話番号は 047-356-0829 です。
ぜひ皆さんも満腹になってください。以上、今月の食いしん坊のコーナーでした。改めまして、現在放送中のはじめの散歩、担当は安田雅史と小林誠也の新人俳優に加えて松本ひろかがお送りしております。はい、さて今回も女優の松本ひろかさんをお迎えしておりますのでね、スペシャルトークコーナー、はい、ひろか実はこんな面もあるってよのコーナーに行ってみたいと思います。はい、このコーナーは普段女優やタレントとして、そしてアイドル活動まで幅広くご活躍中の松本さんの本質といいますか素の部分ですね、はい、をもっとご自身について語ってもらおうと思いご用意させていただきました、はい、ということで、いつもご紹介させていただきます、はい、ゲーム、まあ、普段は思いっきりゲーマーのコーナーでこう安田さんがね、はい、進行させていただいておりますが、今回はね松本さんも交えてこだわり、はい、思い出の強いゲームをね、それについて3人でいろいろ語っていきたいと思います。はい、はい、でちなみに松本さん、うん、まあ、ここでもいきなり聞いちゃいますが、はい、一番思い入れの強いゲームを紹介していただきたいと思いますが、はい、何でしょうか。思い入れの強いというか、はい、一番最近やってたゲームなんですけど、はい、モンスターハンターのダブルクロスという、はい、作品をちょこちょこ今やらせていただいてて、はい、こちら2004年から発売されているモンスターハンターシリーズの中の、はいはい、3DS でできるソフトになるんですけど、はい、カプコンさんが出されているものになるんですけど、1人から4人まで通信対戦ができるものになるんですけど、はい、これたまたま事務所の先輩と、はい、あとすごい仲いい大阪の友達が、はい、やっててずっと、おお、そのダブルクロス、はい、ダブルクロスをやってて、はい、で本当にたまたま自分の事務所の社長さんもやってて、おおすごいです。そうなんですよ、はい、でそれを見てただけだったんですけど、あ、最初は、最初は聞いてて知ってる内容を知ってるぐらいだったんですけど、はい、じゃあ社長が飽きたからやるって言ってそんな軽いそうなんですよ、そんな軽い感じ、 3DS の本体とソフトと、あ、一緒に両方本体も、はい、本体ごとくださって、本体2個あるしみたいな感じで何それと思いながらありがたくいただき、でその先輩だったりとかその大阪の友達とかと通信してやるようになったのがきっかけなんですけど、はい、なるほど、 すごいっすね、その社長さんから本体ごと本体ごとっていうのが、もう僕あの持ってるんですけど、はいはいはい、僕これやるためだけに本体買いました。さすがに新品買うお金がなかったんで、ちょっと中古で揃えて、ソフトはもうちょっとソフトだけはちょっと奮発して新しいの買おうと思って、はいはいはい、買った矢先松本さんはまさかの何のチートだよみたいな感じなんですけど。すごいですね。そのゲームは実際やってみてどうだったとか。どう、私すっごいゲーム下手なんですよ。ゲームは好きです。ゲーム好きなんですけど、はい、基本的にもう昔からお兄ちゃんがやってるゲームを隣で見るみたいな、あ、ずっと見る人で横から口出すめんどくさいタイプなんですけどこれこうじゃないこうじゃないとか言っちゃうタイプなんですけど、だからやるのがすごい下手で、もうこれもその4人まで通信ができるということで、そうですね、もう友達に助けてもらってばっかりで、はい、これはあれですね、このゲームはモンスターを狩るっていう、そうモンスターを狩るゲームなんですけれども、はい、まあそれで、まあ、協力、はい、本当は協力、協力プレイですね、はいはい、本当は人任せじゃなくてね、そっちの方が楽しめると思うんですけどいいとこ取りするんですよ、だから、あ、なるほど、 あ、 なるほど、アイテムある程度そうです、はい、弱ったところ、弱ったところを人差しみたいな最後は決めるぜみたいななるほどすごいですね、全然だからゲームがこれ一応そんなストーリーがめちゃくちゃあるって話ではないじゃ、ね、ないゲームなんですけど、はい、ストーリー性はそこまでそこまでないですよね、はい、なので本当にみんなで一緒にやっていろんな能力っていうか、はい、そのアイテム防具なり装備なりモンスターを買って、その買った時のアイテムで新しい防具を作ったりとか、はい、剣を作ったりとかっていう、はいはい、
のなんですけど、はい、もうそれを全部最初から頼りまして人に頼りいい防具だけ身につけてみたいな装備だけ一丁前そう一丁前の防具だけつけて、はい、一人でやろうと思ったらだから全然倒せなくて、なんか一応一つのモンスターを倒すのに制限時間みたいなのがあるんですけど、はいはい、その制限時間ギリギリまでずっとやってた時があって一人でやってると、でも一応倒せたり倒せました、はい、倒せました、一応倒すことはできるんですけど、ギリギリになっちゃうギリギリまで本当に、まあ、でもいいですねそうやってまだ倒せるだけいいんじゃないですかね。本当に下手な下手っていうのはあれですけど、得意じゃない人って本当倒せない人がいるじゃないですか。あ、はい、でまだ才能っていうかやっぱゲーム好き、ギリギリギリゲーム好きのあれがあって、でも結局多分その友達からのお助けの防具がないと何もできてないので多分倒せてないのかなと思って。でもそうやってその友達のプレーを見てるので覚えてたりとかするの、確かにここに何があるとかここで蜂蜜が取れるんだみたいな、そういう変な知識だけ情報通なんですよいいとこだけ教えてもらってやったりもしてたんですけど、ちなみにですけど、まあ、モンハンは、うん、あの武器使うじゃないですか、はいはいはい、何の武器を、タッチ、やっぱ、あ、じゃあ剣ですね、剣です、銃とかそっちの遠距離武器とかが全然ダメで、そうなんですね、使いやすいのと使いにくいのとかあると思うんですけど、はい、結局、ね、はい、最終的に見た目で選んで、あ、見た目重視ですか見た目重視で選んでしまって、だからこの装備かわいい、こいつ倒しに行こうみたいな感じあこいつを使ってみたいな感じですね、あわあわになるやつ使ってました。あわあわ、あれかうさぎみたいなやつがいて、そう、かわいいんですよ、かわいいの、そう、かわいいんですよ、かわいいしか言ってないですけど装備がかわいいし、はい、と思って、あとチーズの剣を使ってました見た目すごいですね、見た目のインパクトがすごいチーズ持ってモンスターを、チーズ持ってモンスター借りに行くみたいななんかすごいですね、すごいなそれミスマッチですね本当に大丈夫なのかなと思いながら、なるほど、結構楽しくゲーム本当に久しぶりにやったので、それがモンスターハンター楽しいと思って、やっぱ人とやれるゲームが、まあそうですね、はい、どっちかっつうとそうやって一人でやるよりはってなって、はい、みんなでワイワイじゃないですけど、はいはいはい、やるのが一番いいですよね、はい、ぜひモンスターハンター一緒にやってくれる人募集します、募集ここでクソ弱いですけど、チーズ持ってますけど、チーズ持ってますけど装備くださいアイテムだけかっさらうっていういいとこ乗りさせてください、違う意味でハンターですね、アイテムだけを取る、うまい、全然嬉しくないハンターです、周りからしたら、周りからしたらあいつ何やってんだろうみたいな、いやでもいいじゃないですか、そういう人もいて僕はいいと思いますよ、あ、はい、本当ですか、やっぱこういうのってそういう、なんでしょうね、ガチでやる人と、うんうんうん、ガチでやらない人合わさってできるっていうのもこのゲームのいいところ、 そ、ね、その人、はい、その人の楽しみ方というかあります、あるじゃないですか、中ではその上手い人の中に入ったらもう全然何もできないっていう、あ、はい、それがないからこのゲームは、ね、一緒に協力したいっていうのはあります、ね、一応いる意味はあるみたいな感じです、そうですよ、ちょっと貢献度は低いっていうだけであって、はい、いるので協力してないわけじゃないですか、ね、松本参加してますまあでも楽しいですよね、楽しい、ちょっとだけでも、はい、はい、そういうのが本当に、はい、さあじゃあモンハンちょっと熱く語ったかな、熱く語れましたかね、かな前回のハンターハンターほどではなかったかもわかんないですけどでもどうでしたか、このゲームを紹介するという、今回はゲームでしたけど、ゲーム、そうですね、でもゲームお好きなんですもんね、お二人とも、僕は本当大好きですね、はい、暇さえあればやってるような、ね、本当にゲームでもやっぱりいろいろあるじゃないですか、そうですね、ジャンル多いですね、はいはい、あとはプレステで、あのインターネットでソーシャル系とかもよくやってたんですけど、はいはい、やってるじゃないか、見てたんですよ、本当に見る人なんですよ、本当にゲームは好き、やるっていうのはゲームはやるのが下手だから見るみたいな、あ、上手い人も見てるあ、そういう楽しみもありますからね、ゲームは、まあ、動画じゃないですけど、あ、そうですね、ゲーム実況とかよく見て、あ、はい、
勝手に楽しんでますそうということでゲームに語っていただきましたが、はい、まあ、皆さんいかがだったでしょうか。まあ前回に続いてひろか実はこんな面もあるってよのコーナー、はい、松本さんのまあ普段あまり見られない一面がまあ今回も垣間見えたんではないでしょうか、はい、松本ひろかさんありがとうございました、はい、ありがとうございました。皆さんもうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送皆さんいかがだったでしょうか。これからも皆さんの応援とともにどんどんお便りをお願いいたします。ファックス番号 047-303-3974 047-303-3974 メールアドレスは fmu@fmu.co.jp fmu@fmu.co.jp 初めの2分までお待ちしております。はい、ということで2回目のもうエンディングが来ちゃいましたけど、はい、意外と早いですかね。なんか喋れないって言ってた割にはすごいひろかさんと喋ってくれるんで本当ですか。いや、楽しかったですか。楽しかったです。ラジオ楽しいです。ラジオ楽しいです。なんか嬉しいですね。緊張しますけど、まあまあまあ、伝わってるのかがやっぱり気になっちゃうんですけど、まあまあ、はい、いやでも楽しんでいただいて僕たちもやってて、はい、嬉しい嬉しい限りですよね。はい、そうやってもうリスナーの皆さんにもね、はい、こうやって僕たちの話を聞いて本当にメールアドレスを、あ、メールを送ってくださると本当に嬉しいので、まあ、松本さん宛てでも全然いいので、はい、ぜひ来月もねお越しくださるので、そうなの、来月も、はい、ぜひとも、お便りをね、はい、来月の放送も楽しみにしていただきたいなと思います。はい、はいはい、でそれではスペシャルバージョンはじめの散歩、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。この番組のパーソナリティは小林誠也と安田雅史と松本ひろかでした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。